サワディークラビッキーです。今日は昨日手に入りました。これ、こんな感じ見たことありますでしょうか。ちょっと上から見た方がいいかな。こんなやつですけども、これ日本でアサヒガニと言ってるやつですね。九州の南の方だとか沖縄の方だとか、あと世界的には太平洋とインド洋の熱帯地域に生息しているカニだそうですけども、こんなのが手に入りましたので、なんか今が、漁獲シーズンだそうですけども、これちょっと食レポしていきたいと思います。で、ちょっと外見ですけども、これこんな形をしております。まあ私の手のひら、指を除いた部分と同じくらいの大きさですかね。あとまあ裏側、こんな風にふんどしの部分がまあ体にくっついてんじゃなくて、こういう風に離れていると。そっから足がね、ぴょんぴょんぴょんとこんな風に出ている。ちょっと変わった形ですね。あとそれからこれ、裏側もこんな風。で、ハサミなんかも、ハサミとか足とかも、こんな風に非常に平べったいです。むしろハサミじゃないところの方が、やや厚くなってますかね。そんなわけで、これを食べるとなると、胴体の身がメインになってきます。ハサミはごく一部のところを切り開いて食べるという、そういう風な形になるかと思います。それではちょっと試食していきたいと思います。それではいきますね。まずこれ、ふんどしは取っちゃいましょう。こんなふうにちっちゃい。ふんどしの部分、これポチ。これをパカッと折っちゃって。で、これ外していきます。ちょっと形が複雑。これ胴体のところ、ここを持って、そしてガバッと開けていきます。こんな風になってます。で、殻の中は味噌がほとんど入ってないですね。はい、じゃあそれでここのエラの部分取っちゃいます。あと口の部分も食べられませんので取っちゃいますね。ここにもエラがついてる。はい、こんな風になりました。で、割ってきます。胴体の方は身がいっぱい入ってますね。なんか味と、日本に一般的に見る感じとしては、ワタリガニに似たような、そんな味ですね。やや魚っぽいような、例えて言うなら、そうですね、サワラみたいな、そんな風味も若干やや感じられます。やっぱり食べるところはメインは胴体ですね。
まあ、ハサミもありますけど、これ、ここの部分ちょっと注目してほしいんですけども、この通り、こんな風に薄いです。だから、ハサミのところもね、ここの平べったいところはあんまり食べられません。むしろ、腕の部分に当たるここら辺、こっちは割と厚みがありますので、ここは食べられます。そんなわけで、ちょっと、ハサミだとか、足の方も開いていきたいと思います。はい、ハサミ。アサヒガニは割と殻の方は薄いですね。割りやすいです。だけどまあ、こういうふうなトゲなんかもありますのでね、こういうのは剥いていくときには注意してください。ハサミで、料理ハサミで割と簡単に割れました。中の肉はこんな方です。こちらはちょっとやや味が薄いですかね。メインは胴体の肉になるかと思いますね。食用としては。胴体の身はこういう味だったら、そうですね、カニ酢で食べるだとか、あと鍋物なんかも美味しいんじゃないかなと思いますね。やや魚っぽいような、そんな風な雰囲気もありますので。